月刊メディア編集部の金沢です。本日も宮崎雅弘先生にお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。はい、どうも。中国、3月の上旬に行われた全人代でですね、はい、習近平が中国から貧困はなくなったというふうな発言していたんですけれども、嘘ですよね。いや、嘘なんてまあね、中国人ってのはね、生まれた時から死ぬまで、朝起きてから寝るまで嘘つくんですよ。うん、なぜかというとね、嘘をつかないと生きていけないんです。周り全員嘘ついてるんだから。その中でね、ですからね、アメリカのテンプル大学でいっぺん臨床実験をやりましてね、嘘をつく人間と嘘をつかない日本人のような善良の人と並べて配線を頭にねで実験やったら、なんとね、その中国人の方ははるかにこの脳の活性化がすごいってことが分かったんですよね。つまりね、嘘を作ってるのはこういうことですよ。例えば今日あなたに私はこういうことを言ったと、次に会う時にその言った嘘を覚えとかなきゃいけないわけです。そうですね、設定をキープしとかないと。この人にはこういう嘘を言ったけど、それは次に会う時にはこの人にはこういう嘘を言ったんだっけ、じゃあその罪積んでいかなければいけないなと。こうカシャカシャカシャっとね、日本人は言うこととやることは一緒でなければいけないです。そうですね、言行一致なんです。で、中国人は言うこととやることは違うんです。プラス頭の中でもう一つ違うことを考える3つ同時並行でやれるという意味でね、頭は非常にこのワイズっていうかな、賢いんだよね。まあ、賢いっていう上に「ずる」っていう言葉つきますけれど首を振らないといけないんですけどね。ですからね、その貧困がなくなったってよく言うよね。年に200ドルも収入のない農家ってのはたくさんあるわけでしょ。それでみんな農業の人たちはもう食えなくなっちゃったから都会へ出てきて建設現場で働いてる。それが去年一昨年あたりからね、もちろんコロナのせいもありますけれど、不景気になってそのビル工事ってのはほとんどなくなってるんです。そうすると食ないですよね。食ないけども田舎に帰るバス賃もないというところがね、非常に不穏な動きになっているのを政府はこれコロナ対策を名目にみんな追い返しちゃったんですよね。それで今北京とか上海はその平穏を保っておりますけれど、これどうなるかわからない。で、もう一つの問題はね、マンションね、建てすぎたマンションは今からですよ、1億2000万戸からなんですよ。1億2000万戸、ただしね、売れたかどうかって半分ぐらい売れてんですよ。なぜかというとみんな投機で買ってるから。で、投機で買うのはみんな銀行からお金借りてローン組んで買ってるわけですよね。で、それは博打と同じで将来必ず上がるから。で、今までずっと上がってきたから、でこれがね今上がらないばかりか下がり始めた。そうするとね、ローンはね、今年の経済成長 6% 以上とは言っておりますが、今ローンの金利が 3.75 から 4% ぐらいなんですよ。ところがこのローンも払えないから闇金融でお金借りるでしょ。で、闇金融が今 8% から、一流企業がドル建ての債券を出しても、今 14% ですからね。そうするとね、ここで大体わかるんですよ、この高金利の国がどうやって成り立つかと。そういうことをよく考えてると、その中国の不動産っていうのはもう事実上これパンクしてるなと。で、パンクしてると一番困るのは何かってもちろんデベロッパーですよね。デベロッパー随分破産が続いてます。で、2番目にはローンを組んだ人が困るんですよ。ローンを組んだ人返せなくなる、破産する。で、どうしたらいいってこれね、おそらく不満分子が集まってね、デモをかけるんじゃないかと。いうのが次のね、天安門事件みたいなものを誘発する可能性はあるんじゃないかと思うんですね。それでもう一つはその中国がもう何しろ新幹線を引いてハイウェイを引いて地下鉄を引いて飛行場をあと30作るって言ってるわけですよ。今まで積もり積もった借金がこれぐらいあるのに、でまた借金増やしていくわけだよね。完全に沈没するんですけどもねそこでね、また中国のずる賢い人たちが何を考えたかというと、日本のように不良債権処理機構を作ろうで、それがこれなんですよ。華友資産管理という会社があるんです。で、ここがですね、今ドル建てで債券を出してたら今 25% の金利。世界中の投資家がもう信用してないってことですよ。それでね、今のところ社債残高は5兆円ぐらいなんですがね、外貨建てっても2兆円大したことないと思うでしょう。違うんですよね、債務不償してるんですよ。でこれが675兆円675兆日本の GDP って550兆円ぐらいでしょ、日本の GDP より多いんですよね。それでこれがね次に負債が急増することは明らかなんですよね、まだやるっていうのは新幹線7万キロにするって言ってますハイウェイを20万キロにする、飛行場あと30作る、で地下鉄はバンバン作ってますがね、これ地方政府の負担であると。こういうことやってるんですよ。普通の神経ならね怖くてできないよね。できないですよね。で、さっき申し上げたように不動産ローンの破産が今急増していて、デベロッパーで中国1位恒大集団って言うんですよね、で第2位が碧桂園って言うんですよ。この2つデフォルト近いんです。事実上デフォルトしてるんです、でそうするとデベロッパーがゾンビになれば銀行は今度はローンの審査を厳格化せざるを得ないと、そして四大国有銀行というのは中国銀行、中国工商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行なんですがね、これが一体いくら貸し込んでそのうち不良債権があといくらになってるかってことはまた分かってない、そのだから国有企業がそういう企業ゾンビ企業を生き残らせてってことですよね。とにかく金貸してそういうことなんですよ、ですからねここで実はじゃあ助け舟は誰だ、実はアメリカなんです。そっか、なんとかドルを流してる。トランプは要するに追い詰めて根底つまり封じ込めるっていう強い作戦をやってたわけでしょ。ところがねバイデンはまず就任早々に武漢ウイルスと読むのはやめるっていう禁止命令出しましたね。その後に次々と非常に巧妙にしたたかに中国に対する規制を緩めてるんです。だから孔子学院の取り締まりだってなんかちょっとうやうやにしようとしてるでしょ。TikTok の件もそうでしたね。そうしますとねウォール街は中国企業は上場させないって言ってたのに今また上場させてるんです。どんどんね。それから GAFA もですね中国に対する進出をまたちょっと今控えてましたけどまたずるずるっと出てってでアメリカの議会だけは強硬なんだけれどもこれは中国トランプさんのように実務的に締め上げるんじゃないんですよ。抽象的に人権でしょ。つまりジェノサイドってのは抽象概念なんですよ。ですからねこれ実行はどうやるんだっていうことに大きな政治的問題があるんですがね、ということは中国孤立化ではないんですね。バイデンが今進めてる中国政策っていうのは競合的共存なんです。でそうしますとね破産しかけた中国にアメリカの貿易は全然やむことなく続いてるでしょ。そうすると年間にやっぱりね2000から3000億ドルぐらいの貿易黒字が中国はドルを得ることができる。そういうことですね。それとウォール街から中国株、不動産債券に対する投資がまだどんどん来てるという、それからテスラは大工場を作ったし、そういう意味で非常にちぐはぐにねなっていてこれが今死んだはずのお富さんじゃないけどゾンビの中国の延命をさせてるんですよ。そういうことですよね。で日本はもちろんそのお手伝いアメリカがやってんだからやっちゃえやっちゃえってね今日も反省の色なく中国へ進出を続けてるとこういうことなんですよね。だからバイデン政権なんかはそういう国務長官とかそういう人権的な言葉だけはまあ悪くないのかもしれないけれども、何をやってるかってその行動を見ると全然ただ単に中国を生き残らせてるだけということですね。制裁の中身見たら分かりますでしょ。制裁しましたね。例えば香港の民主化を弾圧した人たち14人、それから今度はウイグルを弾圧した人たち20何人かな。で制裁の内容を見てくださいよ。在米資産を凍結する、2番目アメリカへ来たらビザを出さないでこれ実行ないんですよ。まずね在米資産なんですがねこれはすでに一昨年の11月にトランプがやるぞって言った時にみんなね幹部の秘書とか奥さんとか子供たちがアメリカへ飛んで口座移し替えてんですよ。ですからこれほとんど実行力がないと。ロシアも似たようなもんですけどもねですからちょっとバイデンさんのこの対中政策の表向きの言葉とやってることとの非常に裏腹ね、二律背反ぶりっていうのも我々やっぱり注意して見ておく必要があると思いますね。ということで、もちろんこういった中国経済の話はもちろんなんですが、いろんなこういう国際情勢がですね、この宮崎先生の新著の「ワールドリセット」大暴落に向かう世界には、網羅的に書かれてますので、ぜひ、皆さん読んでいただければと。お宅から来月ね、石平さんと私の対談がまた出ますから、そちらも合わせて読んでいただければ、はい、そしてウィルの次号にも宮脇さんとの対談載っておりますので、ぜひお読みいただければと思います。それでは宮崎先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。